10月21日、スノーマンの佐久間大介がパーソナリティを務めるラジオ、スノーマン佐久間大介の待って、無理、しんどい、文化放送、以下、待て無理、に、津田健次郎がゲストとして登場した。芸能界屈指のアニメ、声優オタクとして知られる佐久間。同番組には、これまでも数々の人気声優がゲスト出演してきたが、今回も、いやー嬉しい。 もう僕たち、スタッフ、の中では、いつか津田さんに会いたいんだって話をしてたんで、まさか叶うとは。イスナーみんなの鼓膜喜ぶ、とオープニングからその喜びが伝わってくるハイテンションっぷりだった。津田は、これまで声優として、ユ戯ニオーデュエルモンスターズ、の海馬瀬戸役、テニスの王子様、の犬井貞治役,役、呪術界戦、 の七海健人役など多くの有名キャラクターを演じてきた。中でも佐久間は、海馬瀬戸について、僕が、遊戯王、で一番好きなキャラクター、と思い入れたっぷりに紹介。そんな海馬愛にあふれる佐久間に、津田も粋な計らいで答えたという。その海馬瀬戸が使っている、ブルーアイズホワイトドラゴン、が一番好きなカードなんですけど、まさかのその話をしたら、 始まる前に津田さんがブルーアイズに津田さんのサインをくださって、いただきまして、まさかのいきなり宝物できちゃいました。すみません、本当に、嬉しすぎる、と興奮を抑えきれない様子だった。本当に昔からブルーアイズ専用デッキを作ったりとかブルーアイズをコレクションとかもしてて、と、佐久間の止まらないトークに、津田も、マジでコレクターですよね、もうね、と嬉しそうに相槌を打つ。 さらに、本当に一番好きなんですよ、という佐久間に、いつもカードケースにブルーアイズを忍ばせているという津田が、僕も一番好きなんですよ。もうブルーアイズ以外いらないくらい、と共感して見せたものだから、佐久間は大歓喜。待って、あの俺、ただの一般ファンなのにめっちゃ嬉しい、今の。と、まさにこの番組のタイトル通り、待って、無理、しんどい。 状態になっているのが微笑ましかった。この番組の佐久間を見ていると、好きを伝える力の大切さに気づかされる。憧れの人を前にすると緊張してしまったり、思ったように思いを伝えられない人も多くいる中で、佐久間のリスペクトはゲストに向けてまっすぐ届く。その純粋さ、そしてたくましさには思わず感服してしまう。例えば、ゲストを迎えるにあたっての心構えもそう。 津田がゲストとして登場することになり、改めてアニメ、ギャングスタ、お見返したとも話していた。津田が演じたニコラス・ブラウンは、聴力を失っていることから発声が安定しないというキャラクター。佐久間も今年から、NHK みんなの手話、NHKE テレ、に出演していることを受けて、その演技の繊細さをより実感したと熱く語る。 多くの作品について記憶してくれていることはもちろん、どのキャラクターの何が自分の心に刺さったのかを説明できること。そして、迎える直前に改めて見返すことでそのほかほかな気持ちをそのまま伝えようとする姿勢が、ゲストとして招かれる側としても嬉しいに違いない。また、素直なリアクションもそうだ、思わず警護を忘れてしまうほど飾らない反応が口から出てしまうのも、 彼の愛らしさとして映る。2022年7月1日放送会でミイシコトノがゲストとして登場した時には、3隻が代表作を紹介するごとに名台詞を再現してくれるシーンがあった。美少女戦士セーラームーン、の月のうさぎの、おしおきよ、新世紀エヴァンゲリオン、のかつらぎみさとの、サービスサービス。と、数々の名物キャラクターが飛び出すたびに、ああマジでやばい。 待って、と大絶叫、そのいいリアクションに、三隻も、次、わ笑、とノリノリになり、ワンピース、のボアハンコックの番になると、誰じゃ、笑わ,わの前に佐久間大介を置いたのは、とアレンジして見せたほど、佐久間のリアクションが嬉しくて、ついついもっと喜ばせたくなる。津田がブルーアイズホワイトドラゴンのカードをプレゼントしたくなったのも、 三席がサービスしたくなったのもきっとそんな心境だったのではないだろうか。佐久間がアニメ好きをきっかけに単独で冠無理ラジオ番組を持ち、憧れの声優たちに会いたいという願いが次々に実現しているのも、この、好き、に対してまっすぐなスタンスが周囲に伝わり、多くの縁を引き寄せているような気がする。番組の終盤には津田友作品での共演や、ご飯に行こうという話でも盛り上がった佐久間。 今後も愛を発信しながらより多くの夢を叶えていく姿を楽しみにしている。